こんにちは、ゆうです。バズドラのお疲れです。はい、今日誕生日の方おめでとうございます。寝起きです。いやめっちゃ疲れて、寝ちゃってて、はい、今日は無課金サブサブアカ闇属性縛り長老やっていきたいと思います。はい。今日やっていくのはですね、6月のクエストダンジョン、レベル13でございます。ちょ、12はね、もう歯が立たん。だからもう13で、もうオーソドックスな方で頑張っていきたいなと思います。それではパーティーをご紹介します。はい、こちらですね、ビッグマムサギリというね、ちょっとわけわからん感じなんですけど、ちょっとビッグマムディオが、ディオマムっていうのが流行ったじゃないですか。一昔前なんですけど、それも。それじゃね、ちょっと軽減倍率、HP に対する軽減倍率とかもろもろで、全然耐えれなくて、敵の攻撃。で、そのサギリがね、最近強化されたんで、サギリフレンドにしてみようと思って、こんな感じになりました。それではご紹介します。ビッグマム、リーダーのビッグマムですね。リーダーのビッグマムにスキルチェーン2つ、リラチェーンに対して1つ、100体モンスロード、ウルトラマンベリアルの武器ですね。で、こちらがハロウィンチャコルです。足りない HP 分を、そのちょっと軽減で、ちょっと補っていこうっていう感じですね。で、小学生 LG。で、あとは、なんだっけ、これ。HP の盛るやつの最上位のやつを1つ、ブルーアイズ。アルティメットバースト、海馬武器ですね。はい。で、こちらが、式神の透過です。僕はその、変身後が闇属性なら、その、OK という、ガバガバルールなんで、今回採用していただいてます。で、透過にスキチェーン4つ、HP 強化を1つ。で、ハンスの武器ですね。でこちらのサブの、透過に、アマコズミの武器に悪魔キラーつけております。で、こちらが、物語シリーズの荒らぎこよみくんです。僕なんかのアニメね、待機してたら、これ物語シリーズのアニメやってて、はい、でそこで初めて花澤香菜さんの AI サーキュレーション、アニメのやつ聞いて、めちゃくちゃ良かったです。もうちょっと花澤香菜さん浴びてえなと。ごめんなさい、全然横道取れません。はい。五感中に HP 盛る最上位のやつを1つに、アマテラスの武器つけてます。で、こちらが、スケットの、サギリですね。中学生、冬。で、無効貫通。で、あとはアマージュの武器つけてます。で、バッチは HP プラスです。はい、超一回負けてしまいました。はい。今回は、ちょっとそういうことを防ぐために、横の PC 設置して、ゲームユーズさんの、ダンジョンデータと共に挑戦していきたいと思います。はい。それでは、6月か。そう、レベル13の対戦。よろしくお願いします。いや、もうね、勝てなさすぎてね、僕、結構ね、さっき、ふて寝してるんですよ。はい。ふて寝っていうか、まあ、芝居、一回ね、この編成でね、もうクリアし、できそうだったんですよ。下回ってへんけどね、全然。で、とりあえずチャクル貼って、ライフバトリーとして、で、これで、スキチャかけると。はい。一回かける、勝てそうやったんですよね、実際。もうはっきり言ってね、もう。でも、はい。あ、やっべ、ちょっと待って。あ、L 字決まってんよ。なんかね、そう、こんなようなミスしたんですよ、確か。こんなようなミスをしちゃったんで、で、ちょっと不手寝しちゃって、不手寝っていうかスタミナなくなったんかな、単純に。でも、あ、一旦やめようと思って。はいはいはい。で、まあ、そっか時は過ぎてしまって、はい、もう。もうジューンブライドもなんなら来ちゃったし、その間に。まだあれは、何いつぐらいだったかな、ガチャドラがなんか出るぞっていうタイミングぐらいでクリアできちゃったんですよね。はい。ここも、で、また10日で、ちょっと無効化すると。ここら辺ででも、スキル調整なんとかせいやって話なんですけど、チャコルをね、ちょっと、軽減がちょっと空いてる、パターンが多くなっちゃうんですよね、どうしても。その、トーカの無効化がね、ちょっとチャコルの軽減をかき消してしまうんですよね。確かに無効化は正義なんですけど、かき消したらちょっと必ずしも正義じゃなくなるっていうね。はい。ちょっとこのジレンマを抱えた編成なんですけど、もうこんなは明らかな編成じゃないと、もう闇属性で縛っても生きていけないんですよね、なんか。
こうか、よし。なんかわっきゃからのパズルですよね、僕、ほんま。いや、これフレンドさん、マリウスね、マリウスでも行こうかなと思ったんですけどね、結果ね、ちょっとサギリが一番耐久力面、耐久力面って、なんか、沖縄の人じゃないねんから、別に僕。ちょっとこれビッグマン一回使おうか。さあ土下座がある。よし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 。んで、ここねちょっと結構いっとかんと、あのコンボ現象とか来てうっとうしいんですよ。コンボ現象とか来てうっとうしいんで確か。っていうかまあゲームイズさんに書いてあるんですけどね、サイトに。よし。2フロアですよ。はいはい。オッケー。で、次が、キャブが来なかったら、この世は誰や？ドラゴン攻撃タイプって書いてあるわ。いや、これ見ろ。そういうぐらいやったらこれ見ろって。オッケー。で、とりあえずね、はい。どうか変身させて。実質ね、なんか冬持ちみたいになってますよね、なんか。どうか。はいはいはい。はい、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 はい。で、ここで、おいしゃ。全然決まらんね、やっぱちょっときついな、冬持ち。メインの火力操作がね、あ、これで毒とか、全然積んでないの。あの、10日毎ターン、ループさせる前提なんで、もうはい、もうロック解除もしてくれるんで、もう、だからもう何も積んでないです、暗闇以外。でもそういう、なんか、捨てとかも大事っすよね、なんか。もう、はよね、早いとこね、サギリの、その、せっかく冬持ち付与されたのに、いつまでもそんなね、交換とかしてくんの？ちょっとそれは聞きたいな。よしよし、たよしよし、やっとじゃこれ持ってくか。じゃこのターン、ちょっとサギリで行こうか。せっかく浮遊してるのにさ、なんで攻撃力下げられちゃってんのっていう。またなんかそこ狙ってくるあたりも、ちょっと下せぬ感じなんですけど。あい、やっべ、そんなこと言ってたら。回復した今。いや、消しとるな。回復、ゲージ上がっとるもんなんだって。よいしょ。いや、でも10日使ってかつせやって。よしよし。はいはい。で、10日使います。で、いい航空して、はい、はい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 、んーで、押して、はい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 、よし、光消えてる？光消えてるやんね。いや、あの、もう実はね、あの柴犬丸でもね、レベル15、ちょっと次誰や、ベルドのとこで来たということは、次がちゃんと覚醒向こうが、はい、入るということで。誰だってこれ、お市か。ごめんなさい、適当なこと言ってます。わかんないんですよ、そのキャラのアイコンだけ書いてあるんですけど、昔はね、多分ね、僕の、この、もう、覚えてたんでしょうけど、もう今ね、その、アイコン見ただけではもう覚えきれないんですわ。オッケー、ナイス。で、僕にのザ、秘策、土下座ガール君も、あの、ごめんなさい、ちょっとキャラ名、荒大小読君か、はいはいはい。もう復活したんで、よし、追加戦後来ても大丈夫と。バッチリですね。バッチリ、完璧な立ち回り。まさに僕には秘策ですね。よしよし。いい、よし、回復持ってくるでしょ。よしよしよし、さすが10日の火力はえぐいよ、マジで。マジで希望の星を。はいはい、覚醒も大丈夫、はい。10コンボ。これは、ちょっと、書いてあるわ。よし、で、これ使って、OKOK。回復エルジーにしようか。いや、回復エルジーっていう、なんか、なんでやろう。
はい、でこう、あ、ちょっと待って、なんか全然組めてへん、めっちゃ、めっちゃ、あ、全然超えるんや。いや、勝って、おーおーおおおお、暗闇は大丈夫なはずなんでしょう。オーケー。んで、飛行機して、よしよし。で、ドラキョウ入ってるからね。え、じゃあ、こんなコンボカさん入るやったっけ？なんで？さっき、なんかスキル使った？僕。スキル使ったかな？ちょっとあんま覚えてないんで、とりあえず、あ、サギリがパワーアップしたから、なんでサギリ使ったんや。もうなんでサギリを採用してるかも忘れるほど結構前にねちょっとやってるんです。あ、チャッコルめっちゃ上げてくれるやん。クライムはだからね、大丈夫大丈夫大丈夫、よかった。次ね、あのライジンさんなんですよ。だからもうトーカーも全部上げちゃって、全部ここでちょっとぶっ潰しに行きます。まあよし、まあ、この後ね、サクッとね、クリアして、実はちょっとジューンブライドのガチャもちょっと引きたいなと思ってるんで、はい。で、ライジンさんがね、ちょっと光闇吸収っていうね、またね、その、何をしたと。いや、属性が何をしたと。いう感じなんですよ。ほんまに。だからね、まあ、はっきり言うてね、きつぎゅうぎゅうよ、もうぎゅうぎゅうよって何言うてるか分からんけど、はい、色をちょっと決まってるね。 OKOK 落としになってるし、はい、あ、う、あ、ちょっと待ってくださいね。僕録画ソフトがね、たまにね、声とね、口が、ちょっと映像がちょっと乱れることがあるんで、それがちょっと心配だっただけで、 OKOK、はい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 、ちょっと絶対分割ね、絶対分割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 、よし、よし、このぐらいやったらちょっと回復いい感じですね。テープは大丈夫だよね。え、いやー、ちょっとあれかな、ちょっとどうしようかな、ちょっと回復間に合わんな、これ。異国しちゃう？ちょっと泥強入れようか。はいはいはい。泥強入れちゃって。はいはいはい。泥強入れちゃってよ。泥強なんか入れちゃってよ。別にまあコンボ数はまあはっきり言ってどうでもいいんで。よしよしよし、持ってきた持ってきた。んで、ここで無効換気入れると。いいよ、マジで、それはゲームにさ書いてないよ、そんな。え、マジか。ちょ、待てや、もうどっちにしも逃げやん、これ耐えれへんって。はい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 、いや、ワンチャンダメージ吸収の方が通ったりせえへんねえ、まあ、よしよしよし、ちょっと待って、これほんま勝ちたいから、吸収耐えようか耐えようかよって言って耐えれたら特にクリアできてるんですけど、マジできついんよね、もうほんま闇属性で縛ってる、縛り過酷すぎた。よう百式取れたな、思って、ほんま。よしよしよし。オッケーオッケー。いいっすね、いいっすね。最悪、ダメージ痛かったら、異国したらいいんで、泥鏡入れたらいいんで。これは、消せないワインド覚醒の状態ね。はいはいはい。はいはいはい。はいはい、あ、こうか、はいはい、しっかり10億以上ダメージ無効って書いてあるね。あ、 OKOKOK、 ナイスナイスナイス、
よし。で、あと一旦、これであと一旦？これで行動しちゃったら消える？いやいや、もう一旦か。ちょっと待って、時間きつない。大丈夫？大丈夫？大丈夫？時間きついとか、ある？そんなこと言われたらもう、涙ちょちょ切れよ。きついきついきつい。タイムアップで負けるとかめっちゃきついからね、もう。屋上チャレンジなんか、そのアグリゲート、頑張ってやったのにさ、タイムアップで、もう、ルルルルルル、よーい。なった時めっちゃきつかったから。っていう感じで終わろうかなと思って、ボツにしようかどっちか悩んだんですけど、まあ開催記念ジューンブライドガチャをね、ちょっとまあどっか動画のタイミングで引きたいなと思ってたんで、はい、もうこれだけもつけて、ちょっと動画にしちゃいます。ごめんなさい。本当に。本当に本当に。申し訳ないですけど。ちょっと無料から、僕の狙いは、濃姫。濃姫か、ロザリオ。ロザリオ。え、ロザリオ。え、ちゃう、え、待って。え何だっけ？でもね、何も思い出せないですよ。ごめん。パネラちゃんじゃないわ。ちょっと名前だけちょっと。あ、ロセか、ノーヒメ。ロセか、ノーヒメ。そら名前覚えてないとね。名前をね、知らない。残白刀の名前を知らないとね、だって司会もできひんからね、ほんま。きついなぁ。じゃあ、順番で殺したもこれもクリアしてきたんで、はい、さらっと引いちゃいます。でね、あと石使う、おい、いや、ラーか。ラーもね、まあ、固定ダメージの武器としては別にまあいいかな。スキバインド、スキブ封印、最悪ね、なんか足りなくなった時の武器になるでしょう。それではね、ちょっと本当に、ね、記念に1回だけ引いておきたかったんで、ユーザーって。言ってもたい。購入歴、ムルハイム8個ですね。はい。クエストが、クエストがクリアできない限り、永久にこっから意思は、ログインボーナスの1個だけしか増えないです。はい。それでは、引いていきましょう。ジューンブライドガチャ。もうほんまに闇属性キャラ欲しい。ほんまに欲しい。なんかもう、とことんかけ離れてるとこ引いちゃうんで、今回はその、ジューンブライド、闇ってなんか相反するようやけど、もうね、もう何でもええから闇属性来いって感じで、よしよっしゃ、もうロセ来るやろ、これは来るやろ、来い、あ、ちょっと待って、さっきの足りない部分を埋めてくれる武器やったありがとうございますはい、それではここら辺でお開きにしてもらう、あ、結果だけ見せしましょうか。はい、この上からですね、ちゃっかいね、ジューンブライダー、はい、シンデレラが出ました。はい、その水のやつも出ました。はい、割とやってはいます。はい、このアカウントも。はい、それではね、この辺で今回はお開きにしてもらう。本当に茶番動画でね、ちょっと申し訳ないんですけど、まあ、絵的には良かったんかな。まあ、攻略を求められている方には申し訳ないんですけど。はい。それでは、今回はこれで、ゆうたか、はい。もし、この動画面白かったよっていう方、高評価とチャンネル登録してくださると嬉しいです。ほんまにこんなお笑いパズドラですが、今後ともよろしくお願いします。それではまたね、次回お会いしましょう。バイバイ。一日の幕を閉じる。